四国最大級のアニメの祭典、高知アニクリ祭が明日と明後日の2日間、高知市で開かれます。さまざまな体験コーナーがあり、アニメの世界にどっぷりと浸ることができます。1分の1スケールの迫力あるガンプラヘッドに、大きなコナン君、アーニャにピカチュウまで、これらのキャラクターが並ぶ夢のコラボレーションが見られるのは、明日あさって高知地場産センターで開催される高知アニクリ祭2024です。このイベントは高知をアニメクリエイターの聖地にしようと、高知信用金庫が中心となって行う高知アニメクリエイター聖地プロジェクトの一環で今年初めて開催されます。今日内覧会が行われ、高知のマスコットキャラクターたちも参加。イベントの目玉の一つ、 3D スキャナーを体験しました。丸い円の真ん中に立ちポーズを決めると、全身をスキャンされて 3D モデルに。このデータをもとにフィギュアを作ることができるんです。またアニメ制作を疑似体験できるコーナーでは、アニメができるまでのさまざまな過程を体験してオリジナルキャラクターを制作、最後には動かすこともできます。最初に体験するこちらのコーナーでは、専用のソフトを使ってオリジナルキャラクターをデザイン、自分の理想を詰め込んだキャラクターを作り上げることができます。さあ、ということで自分のキャラクターをデザインしてみました。こちらです。いかがですか？ちょっと可愛らしくおっとりしたキャラクターにしてみましたよ。初めてにしてはね、うまくできたんじゃないかなと思います。本当にワクワクしてとっても楽しいですね。アニメってこうやってできてるんですね。勉強になります。アニメ好きにはたまらないさまざまな体験ができる高知アニクリ祭は、明日あさって高知地場産センターで開かれます。